U12-47.5kg 級の両選手を紹介します。赤コーナー伊藤仁、吉祥寺鉄拳エイトジム。青コーナー小川来輝、羽田ジム。Thank you.
ただいまの試合の結果は3対0により青コーナー小川大輝選手の判定勝ちでした。おめでとうございます。試合の感想お願いします。一番戦った中で伊藤純一選手一番強かったです。これからの目標お願いします。第2でも勝てるように精一杯練習していきたいです。ありがとうございます。これからも頑張ってください。続きまして第20試合アンダー12 47.5 キロ級の両選手を紹介します。赤コーナー山口剛 T&T ジム、青コーナー安藤優作秋葉ジム。セコンドアウト2回目All right.
ラストラウンド。ただいまの試合の結果は2対1により青コーナー安藤優作選手の判定勝ちでした。おめでとうございます。試合の感想をお願いします。強い相手でしたけど勝って良かったです。これからの目標をお願いします。これからも練習して来年は勝てるように頑張ります。ありがとうございます。これからも頑張ってください。続きまして第21試合アンダー12 50キロ級の両選手を紹介します。赤コーナー渡辺康介、山流ジム。青コーナー東翔吾、川崎新田ジム。1回目
コンドアウト。2回目ただいまの試合の結果は、赤コーナー渡辺康介選手の TKO 勝ちでした。おめでとうございます。試合の感想お願いします。緊張してたんですけど、勝てて良かったです。これからの目標をお願いします。来年も勝ちます。ありがとうございます。これからも頑張ってください。続きまして第22試合アンダー12 55キロ級の両選手を紹介します。赤コーナー高木空が湘南龍拳ジム。青コーナー、レッドレイン、三谷山子スポーツジム。ただいまの試合の結果は、青コーナー、ヤクレイン選手の TKO 勝ちでした。おめでとうございます。試合の感想をお願いします。ボクシングができてよかったと思います。これからの目標をお願いします。世界チャンピオンになることです。ありがとうございます。これからも頑張ってください。でかいのできてるでしょ。 OK OK。